フラットライン欲しいな。オッケー。フラットラインね。最近何のゲームやってんの？最近はね、何やってたろう。あ、最近ね、あれスプラトゥーンでね、サーモンランっていうモードにイベントが来てて、それをめっちゃやってた。そうなんだ。え？全然配信外。何やってんの？配信ではあんまやってないんだけど。マジでさ、ま、意外なゲームやってんだけど結構。マジでイメージないわ、スプラトゥーンやってる。でも結構マジでゲーマーだよね。そうね、結構やってるね、ゲームね。昨日デッドバイデイライトちょっとやってたわ、私。あなた本当にいろんなゲームやってるわ。なんか久々にやろうかなみたいな。久々にやろうかなと思ってやってたわ、昨日。さあ、なんかロル最近さやりだしてさ、あロル、なんかうちベイスポで一番ロルやってんのってセナだと思ってたよ。あ、セナちゃんねやってるね、みたいな。そうそうそう、なんかリスナーがさ、トトチ3年時間だっけ、うん、なんかやってるらしいよ、うん、みたいな。やってたーだね。えみたいな。そうなのってなって、3000で驚かんでしょ。いやまあでも PUBG 5000やってるからね。いや3000は言うてやってるゲームだよ。いや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 、 PUBG に比べたらやってないですよ。1000時間ぐらいから結構やってるって言える気がする。まあ確かに1000超えたらね、なんか桁変わるから。1000超えたらまあ結構やってるよみたいな、おーってなるよね。トトチも昔だけだしビッグプール少ないって言ってた。まあうちも昔ちょっとやってたからわかるけど、昔やってた人たちはマジで昔やってたが正しい気にするもん。まあ、どれぐらいやってたかにもよると思うんだけど、昔めっちゃラルやってました、ガンガンランクとか回してましたとかだったら話別だけど、昔ちょっとやってましたの人たちはまあほぼやってないのと同じぐらい。え、3000時間やってんの？ごめん、それはねちょっとじゃない。同じ話にしてた今、怖っ。それもトトがロル起動したらもうなんか重し外す、え、そろそろカルカのやつやん、重し外しますみたいな。30時間とは違う、うちと全然桁違ったわ。すいませんでした、なんか肩組んで話してて。トトってさ、どこのロールやってたの？ロール、サポ戦。やっぱサポなんだな。うん、だろうなと思ったけど、サポだし、絶対明治サポでしょ。しかも明治しかやってないから。マジでピッカが本当に3キャラぐらいしかやない。絶対明治サポだろうなって思った、うん、明治サポの中で一番何使ってたの？波ばっか使ってたね。待って、めっちゃ解釈一致すぎる。波とソラカとモルガナだったね。あ、もうすごいすごいすごい、トトって感じするわ。で私ミッドもモルガナでやってたから、その3キャラしか使えないよね。めっちゃ想像できるもん。ぽいわ、ぽすぎる、うん、絶対サポートだろうなって思ったし、サポートなら明治サポートだなって思った。マジで明治しかできないね。タンクサポおもろいけどな。タンクね、なんか引き際わかんなくていつも死ぬから、もう一生明治で後ろでペチペチやってよってなった。なあ、わかる。うちも死んでデスリコールするね。よくその3キャラで3000時間できんな。飽きそうだけどね、普通に。どっかで一旦。まあちょっとね、まあ、狂ったようにやってたね。でも私やってたのめちゃめちゃ前だからな、デビューするより全然前だね。まあ私サポート以外は本当にパスだから、ちょっとね、あの多分今始めた人とねやっても同じくらいのレベルだから。はい、どうぞ。そうなん、うん、マジで下手だからね、全然初心者と混ざれる気がする。うまそうだけどね、めっちゃ。マジで下手だよ、多分やったことないからね。なんかかばんでた。ちょっと結構器用だからな。あら、嬉しいね。またやろう。うん、またやろう。うん、ありがとう。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。またやろうね。